はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は、先日から、薬器になって勉強しています、ダヴィンチ・ジドルブのスピードエディター。そして、左側にありますように、ストリームデッキで、さらに、いろいろ時短ができるように、頑張って設定をしました。スピードエディター自身は、単体、これだけででも、いろいろ編集できるんですけれども、 なるべくマウスを持つ手を少なくしたい。そういうふうに思って、このストリームデッキを使っています。どんなふうに割り当ててあるか。こちらのスピードエディターの方は、まだまだ僕の方で勉強不足な部分もありますので、これはちょっと今日は置いておいて、主にストリームデッキでどんな設定をしたかというのをお話ししたいと思います。 ストリームデッキにはいろんな機能を割り当ててありますけれどもまずはこの左上の方でいろんな画面を出せますそれを制御するためにパネルというボタンを作ってありますそしてそれを押すとこのようにいろんなパネルが出るようにしていますこの12345というのが画面上の メディアプール、同期便、トランジション、タイトル、エフェクト。この部分を設定してあります。これでやってみると、このように切り替わります。同期便を押します。はい。このようになりました。今は同期させるデータがないですので、こんな感じですけれども、その隣はトランジション。はい。いろんなトランジションを選択できる画面です。ちょっと見てみましょう。 ここからはマウスしかしょうがないです。ここで横にスライドしていくとどんな効果になるかというのがこのようにサンプルとして出ます。ドアっていうのをするとこんな感じです。プッシュ。こういうことができるようになっています。そして次はタイトルです。このように タイトルをすぐに出せるようにしています。そして最後はエフェクトパネルです。このようにしてここに割り付けてあります。そしてこの二つ目のところにはインスペクター。いろんなパラメーターを入れる画面ですね。これが右端の方にこのように出たり消したりできます。そして階層を一つ戻します。 この左端の方には編集した部分の前後をちょっとだけ見る機能。それをつけてあります。ちょっとやってみます。タイムラインの方を見ておきます。こうやって再生します。はい。皆さんこんにちは。村長です。はい。このようにできました。その隣は1秒前にあったり、後ろにあったりというようなボタンです。 はい、これ1秒単位に動いていてまます。す。戻しますこのように1秒単位のものだけはこのストリームデッキに登録しましたあとの細かなところはここに専用のジョグダイヤルがありますのでこういうふうに速く動かすことも1コマずつ 一個ずつ、一コマですね。ここでメディアプールを出します。ここにはちょっとしかデータがありませんので、今はテストの仕様がないんですけれども、ここにファーストプレビューというのを割り当ててあります。このファーストプレビューというのはとっても便利な機能で、長い尺は早送りしてくれて、そして短い尺のデータはゆっくり 再生すするとというようよなことができます例えば、これを画面下のタイムラインでしますと、このように、もう今、編集をしてありますので、こう、いろんなところでカットしてあるわけですね。こういうのを、さっと見ようとしたときに、ここで、これを押すと、まず、最初に動画ネタを、こんな早く動くところと、これを読み込みます。全てを選択しまして、ね、 そして、やらないのが3つぐらいあるので、コントロールキーを押しながら除外します。これでここに読み込みます。このように、ざっと見るときに便利な、このファーストプレビューをここに入れてあります。そして、ここはループです。このようにループを設定できます。今、ここに赤いループマークがついています。これを制御するためです。そして、 その隣は、先ほどもやってありましたように、この画面ですぐにエフェクトが出せるように、そしてタイトルが出せるように、という風うに設定しています。いちいちこのパネルのところに行ってやらなくってもいいように、よく使うものをここに入れてあるわけです。あと、今はこうやって再生をしたりすると音が鳴ります。はい。 このように読み込めたわけですはいこれを音が鳴ったらスクラブするときとかにちょっとクチュ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 言い過ぎてやかましいですこのためにすぐに音だけミュートできるようにしてありますこれですねはいもう音が出ませんこういう風なボタンをここに 割り付けてあります。そして一番右角にはエディットページというのを設定してあります。これは今カット編集というページなんですがもう少し細かなことをやるときにエディットページというのが便利だというふうに勉強しています。それをするためです。これはこのようにすると一気にエディットページに行きますしもう一度押すと このように戻ってきて、そしてストリームデッキのこのページ自身も変わるようになっています。なぜかと言いましたら、カットページではできなかったような画面の拡大縮小などがこちらにはできますので、これで拡大です。虫眼鏡のプラスマークを作ってあります。 こうやってできるんですが、全体を眺めたいときですね。ちょっと画面が見ぬくいですので、上の方に上げますね。このようにしましたら、はい。これで全体が眺められるようになりました。そして、先ほどと同じように、ループの機能。そして、ちょっと見の機能。こういうのにもものすごく、このストリームデッキは便利です。 例えば、ここを見ますよね。そして、この画面を少し拡大したとします。こういう風うに拡大しました。ちょっと見ぬくいですので、インスペクターは切っておきます。そして、この拡大したことを、このクリップも続けたい時に、今は別のところが拡大になっています。例えば、ここでやりましょう。 これ今全体が映されていますけれども、ここでコピーをしおいて、そしてここで属性をペーストというのがあります。これをするとこんな感じの画面が出てきます。ちょっと横にありますね。見ぬくいですので。はい。ここでビデオの属性とすべてに対して、まあオーディオはまあいいか。これだけを選択しておきます。 そして適用というのを押します。するとこのように拡大表示になりましたね。いちいちこれをするのも面倒なんで、次はここ。ここは今全体見えてますよね。これを一気に拡大できるように、毒性貼り付けというのがここに割り付けています。見ててください。ボタンを押すだけで一気にリターンキーまで押します。 ここを選択して、そして押します。すると、もうエンターキーまで押して拡大してくれます。またここでやってみます。ここでも属性を押します。はい。こうやって拡大ができるわけです。同じような拡大率とかをやりたいときに、 いちいち右クリックをして、属性をペースト、そして運用というのを押してたら、とっても手間がかかりますので、ここに属性貼り付けというのを割り付けました。あとは、ここでグリッドなんかにスナップするかどうかを割り当てるのに、ここにこのようなツールがありますので、これをオンにしたりオフにしたりというのを、 すぐにできるようにしています。スナップというボタンです。その隣にはリンクというのもあります。そのリンクというのもこれでオンオフしています。このリンクというのは映像と音声をバラバラに扱うか扱わないかということです。今リンクになっていますので、これをこうすると一緒に動きますよね。外しておきます。そうすると 音声だけを動かすようにできるわけです。それをここに割り付けてあります。あとは、そうですね。この辺にやっぱりタイトルとトランジション、画面切り替えですね。それらがすぐに出てくるように、そしてここにはエディットサブというホルダーを作っています。ここをやるとまた他の機能ができるようになっています。例えば、この上に メディアプール、エフェクト、標準インデックス、サウンドライブラリーとなっていますが、これをここで割り付けています。メディアプールを選択します。はい。このように出ました。次はエフェクトです。エフェクトするとこのようになっています。そして次が標準インデックス。各クリップの長さなどを見れるんでしょうか そして、その隣はサウンドライブラリーという風になっていまして、このサウンドライブラリーにしています。そうすると、ここで音ネタを選べるようになっています。選べるようになっていると言っても、全く出ていませんよね。それは、この検索窓のところに、米を3つ入れると、すべてが選択されます。米、1、2、3。はい。このように、 音ネタがたくさん入っていて、それをドラッグドロップしたりしながら、効果音を入れたりすることができるようになっています。あと、ミキサーも素早く出せるようにしています。画面の右の方にこのように出てきます。まだまだもっと便利にできるかもしれませんが、今日でまだ4、5日目ですので、この辺のところでご勘弁ください。 今回は映像ソフトのお話ですが僕は基本的には音楽スタジオを経営していますので仲間とか生徒さんとか動画編集のソフトはまだまだ人に教えるほどではありませんですけど DTM を使う方にとっても前からも皆さんにご紹介してたんですがこのストリームデッキはとっても便利ですストリームデッキはこのように ツールを使って登録します。このカットページにしたり、そして編集ページにしたりするのは少し応用しています。マルチアクションという機能を使って、そして2行のプログラムを割り付けています。まず1個目は、このようにエディットページに行くために、シフトと3のキーでエディットページに移動します。移動した後は、ストリームデッキのプロファイルを切り替える。 という風にします。プロファイルを切り替えるというのは、ここで言えば、カットという、これとエディットをこのように切り替えるということです。こうしながら、どんどん便利に作っていけば、とっても時短になります。もちろん、僕のメインのスタジオワンであったりとか、そういうのも、とっても便利にできるように作ってあります。皆さんも、 ストリームデッキと動画編集する方は、このスピードエディター。これなどをうまく活用されて、なるべくボタン1個ですぐに編集などが進められるように研究してみてはどうでしょうか。ということで、今日はこの画面にありますように、ストリームデッキ、左側と右側のスピードエディター、ダヴィンチディドロブ用の機械を使って、今構築中、 というところを見ていただきました。ご視聴ありがとうございました。村長でした。